ハイニヒベル財団の皆さん、ドイツの皆さん、こんにちは。小出弘明と申します。私は2015年3月まで京都大学原子炉実験所というところで放射能の研究、あるいは核エネルギーを利用する時の危険性の研究に当たっていました。特に私が心配だったのは、原子力発電所が破局的な事故を起こすのではないかということで、なんとかそんな事故が起きるより前に核エネルギー利用を止めなければいけないと思って仕事をしておりました。しかし残念ながら、私がまだ京都大学原子炉実験所で働いていた2011年3月11日に福島第一原子力発電所というところで私が恐れていた事故が起きてしまいました。日本というこの国は先の戦争で米国によって原爆を落とされた国です。福島の事故では広島の原爆が大気中に放出したセシウム137のなんと168発分のセシウム137を大気中に放出したと日本政府が言っています。広大な日本の国土が汚染されてしまいました。日本の政府は当日原子力緊急事態宣言という宣言を発令して、10万人を超える人たちを強制的に避難させました。皆さんにとって幸せというものはどういうことを指すのでしょうか。多分多くの人にとっては愛する人たちとの穏やかな毎日が明日も明後日もずっと続いていくということが幸せというものではないでしょうか。ところが強制避難をさせられた人たちは突然家を奪われて、地域のつながりも奪われて、家族がバラバラになって流浪化してしまいました。今は事故から9年以上の歳月が流れましたが、いまだに5万人近い人々が根こそぎ生活を破壊されたまま流浪化した状態が続いています。大変なことだと私は思うのですけれども、それだけでは済みませんでした。放射線に被爆をするということはもちろん危険を伴います。そのためドイツもそうだと思いますけれども、日本でも放射線に被爆をすることに対して法令が様々な規制をかけていました。例えば放射能や放射線を取り扱うときには放射線管理区域と呼ばれる場でしか取り扱ってはならない、その場所には一般の人を立ち入らせてはならないという法律もありました。一般の人々に被曝をさせるときには1年間に1ミリシーベルト以上の被曝をさせてはいけないという法律もありました。しかし福島の事故はあまりにもひどかったため、日本の政府は原子力緊急事態宣言を理由にそれまでの被爆に関する法律を一切保護にしてしまいました。本当であれば放射線管理区域にしなければいけない場所に数百万人もの人たちを捨ててしまいました。それも被爆感受性の高い赤ん坊も子供もそういう場所に捨ててしまいました。そして1年間に20ミリシーベルトまでの被爆であればもう我慢しろということにしてしまって、一度は避難をさせた人たちもまた戻ってこいと、戻ってこないなら住宅の手当てもしてやらないということに今日本の政府がしています。被爆なんかすることはみんな嫌だと私は思いますけれども、もうどうにもならないまま多くの人々が被爆を強制されているという、そういう状態になっています。
そんな状態なのに日本の首相安倍晋三さんという人ですが、その人は2013年9月に福島の事故はアンダーコントロールだと嘘をついて東京オリンピックを誘致してきました。今やらなければいけないことは福島の事故の収束と被害者たちの救済だと私は思いますが、安倍さんはそんなことは全く考えていないようで、むしろオリンピックに人々の注目を集めることで福島事故を忘れさせてしまおうと彼は思っているのだろうと思います。福島事故は皆さんもご存知の通り新型コロナウイルスを理由としてほぼ1年程度延期するということになりそうです。しかし本当であれば東京オリンピックなどというものを やってはいけなかったのです。これからなすべきことは福島事故が続いている、原子力緊急事態宣言が続いている、そういう国でオリンピックなどはやらないと、今からでも遅くないので東京オリンピックは中止するということが私はいいことだと思います。この日本という国、エネルギー自給率が大変低い国です。再生可能エネルギーだけを取り上げるのであれば 5% にも満たないという、そんな国です。政府の方もエネルギー自給率を上げなければいけないと言ってきました。そのため日本政府は原子力をやるのだと、核エネルギーを利用するのだということを言っています。しかし日本で日本の原子力発電所で使っている燃料はウランですけれども、そのウランは 100% 輸入です。つまり自給していないのです。それなのになぜ日本政府がエネルギー自給率に原子力を含めるのかというと、高速増殖炉という特殊な原子炉を開発してそこでプルトニウムを生み出して自ら生産してそれを原子力発電で燃料にするから、だから自給率の計算に入れると言ってきました。しかし日本の高速増殖炉開発はモンジュという小さな原型炉の段階ですでに破綻してしまいました。1兆円以上のお金を投入したのですけれども、全く何もできないまま廃炉にすることが決まってしまいました。つまり日本では高速増殖炉できませんし、自分で原子力の燃料を生み出すなんていうこともできないのです。つまり原子力、核エネルギーの利用というものはエネルギーの自給という観点では全く無理になってしまったということなのです。それであれば何をやるべきかといえば、再生可能エネルギーの開発に力を注ぐということが当然のことだと私は思います。しかし日本の政府はそうしようとしません。いまだに原子力にしがみついて原子力発電所を再稼働させるというようなことを言っています。残念ながら日本の政府、政治家たち、官僚たちというのは自らが行ってきた原子力開発の誤り、福島事故を起こしてしまった責任ということも全く意に介さない、自分の罪を認めたくないという人たちのように私には見えます。大変残念な状態に今日本はなっています。私は初めに聞いていただいたように核エネルギーの研究に携わってきました。核エネルギーの利用の旗は振りませんでした。でも核エネルギーの現場、研究するという現場にいました。その私としては福島事故を防げなかったことに関して普通の皆さんとは違った重たい責任があると思っています。特に巨大な事故を起こしてしまって未来の若い人たちに放射能で汚れた世界を残していくということを
大変申し訳ないことだと思っています。しかし世界時代どんな時でも苦難や困難がなかったという時代も世界もありませんでした。若い人たちにこんなことを私から言うのは大変申し訳ないことだと思いますけれども、どんな辛い事実でもしっかりと見て、そして何をなすべきか自分の頭で考えて行動してほしいと私は願います。今日はありがとうございました。終わりにします。